岡崎修二は、広島県出身の元バスケットボール選手である。広島ドラゴンフライズ、広島市立戸坂中学校、広島県立広島みな実高等学校出身。高校のチームメイトにプロバスケ選手の増田雄介、同級生にプロサッカー選手のイバ明がいる。2007年高校2年時のウィンターカップベスト16が、チームとしての最高成績。3年連続で、 インターハイに広島代表として出場し、県の最優秀選手にも選ばれている。一浪した後、2010年に広島大学薬学部へ進学、同大学バスケ部に所属する。大学2年から中国選抜及び、広島県国体青年男子代表に選ばれ、全国5位入賞や中国大会において、得点王、全国学生選抜大会において、 優秀選手賞など多くのタイトルを獲得。2014年 NBL 合同トライアウトを経て地元クラブである広島ドラゴンフライズに広島県出身者初の選手として入団する。なお大学にもそのまま在籍しており、卒業までいわゆる二足のわらじを履くことになる。またこの年から新規参入した広島は将来を見据えて大卒選手を多く獲得しており、田中や 柳川龍之介、坂田博史、北川博史が同期入団となった。2017年、B リーグのシーズン中に薬剤師国家試験に合格。薬剤師免許を持つプロバスケットボール選手として活動を始める。2018年に現役を引退。現在は広島ドラゴンフライズのアンバサダーをしている。2020年2月より U15 チームのヘッドコーチに就任。 前任である佐志谷翔太がトップチームのヘッドコーチに就任したことによる新体制。3月、広島ドラゴンフライズの GM に就任。就任後にスタートしたチーム編成では、2020から2021シーズンに在籍した8選手が移籍することになり、日本代表シューター辻直人や B1 得点王、ニック名誉、新人ベスト5の寺島亮など、 実績のある選手との契約に成功した。ありがとうございます。